はい、今日の一品です。まずはソーセージをちょっと多めのオリーブオイルで炒めていきます。ここにスライスチーズを1枚入れて溶かしていきます。チーズが溶けたら レンジでちょっと固めにチンしたブロッコリーを入れて、チーズとオリーブオイルの味を吸わせていきます。はい、そこにブレンドスパイスをさっと振って味をなじませたら完成です。はい、ソーセージとブロッコリーのチーズスパイシー炒め、お弁当にどうぞ。